セプティミウス・セウェルス、ルキウス・セプティミウス・セウェルス、146年4月11日から211年2月4日は、ローマ帝国の皇帝、在位193年4月9日から211年2月4日である。セウェルス朝の創始者であり、アフリカ属州生まれ、属州民ではないの皇帝となった。セウェルスは、 アウレリウステとコンモドステイの親子二代に仕え、ローマの貴族階級における典型的な経歴を歩んだ。ネルーアイコールアントニヌス長断絶後の騒乱、後皇帝の都市で頭角を表して、有力皇帝候補となり、ペルティナクス帝の死後に実権を掌握した。彼は存命中の皇帝であったティディウス・ユリアヌスを失脚させて、自らが皇帝に即位した。皇帝となった後、 クロディウス・アルビヌスとペスケンニウス・ニギルという二人の戦勝帝との戦いが始まるとセウェルスは出まずペスケンニウスを破り続いてクロディウスをで打ち破ったまた合わせてに対する外政にも勝利してローマ領を東方へ拡大した体制を固めたセウェルスはより大胆な外政を計画パルティア戦争で敵国の取得手資本を占領するなど対象を得て シグリスカー沿いまで領土を拡張した。同時に、俗州アラビアペトラエアに建設されていた城壁の補強を進め、東方俗州の拡大と強化に熱意を注いだ。自らの故郷である俗州アフリカでも外政を行い、ガラマンティス族を破って、を南の砂漠地帯にまで広げた。地政公判も戦いに明け暮れる日々を過ごし、北方はブリタンニアで、 ピクト族との戦争に従事しつつ、ハドリアノスの頂上を補修した。セウェルスの死もそうした戦いの最中で起き、ブリタニア遠征中にエボラクムで病没した。死後は二人の息子からからとゲタが継承したため、新たな王朝として、セウェルス朝が成立した。ルキウス・セプティミウス・セウェルスは、父と母フルイア・ピーアの子として、レプティス・マグナに生まれたプブリウス・セプティミウスは騎士であり、 声に戦争時代に軍港を挙げて、領地を与えられた歴史を持つ、騎士たちの中でも名門に属していた一族の出身であった。父プブリウスは政治的な地位を持たず、本国の上流貴族からすれば、ただの田舎貴族でしかなかった。しかし親族にあたるプブリウス・セプティミウス・アッペルとガイウス・セプティミウス・セウェルスという二人の人物が、 アントニュースピウスミカドの地政下で進化に迎えられ、総督などの住職を務めていた。母フルーヤは、イタリア本土出身の由緒正しい血筋であった。おそらく彼女は、ローマの古産氏族で、帝政時代には、プレブス階級に没落していた、フルーユス氏族の末裔であると見られており、親類に、この絵隊長や、失聖官を務めたがいる。セウエルスは、 上流文化の本場である本土で育てられず、一貫して、故郷のレプティスマグナで幼少期を過ごした。彼の両親がセウエルスに、何を望み、どのような教育や訓練を施したのかはほとんど記録、残っていない。後世に伝えられていることの一つに、母国語である、ラテン語や教養とされたギリシャ語だけでなく、地元に残る、在来住民、カルタ語人の話す、 ポエニゴーリウに話したという逸話がある。そしてそれは彼のラテン語のアクセントにすら影響を残し、カルタゴナマリと揶揄される要因となった。他にはカッシウスデオによると弁論学を学んでおり、17歳の時に公の場で演説を始めていったという。162年頃、セウエルスは次第に宮廷での士官を望むようになり、 故郷から遠く離れた帝都ローマに向かう決意を固めた。ローマでは親族であるガエウス・セプティミウス・セベルスの推薦もあり、マルクスはウレリウス時代の元老院に出入りするようになった。しかし青年期のセベルスは歴史の表舞台に立つ機会をなかなか得られなかった。官職の入り口であるを務めた後、希望していた五民官職は選ばれず、 さらに財務官についても最低年齢の二十五歳まで見合わせなければならなかった。さらに間の悪いことに百六十六年にアントニヌスの薬病とも呼ばれる天然痘の流行がローマを襲い、しばらくの間はセベルスは故郷で西洋を余儀なくされた。信憑性の薄いローマ皇帝群像は実際には不倫疑惑から逃れるためであると主張している。 だが諦めずに169年になって再びローマに戻ると必要年齢を満たした財務官選挙に名乗りを上げ、見事に当選を果たした。12月5日、同職の就任によってセウェルスは元老院の名簿に記載された。170年から180年にかけてヤツ早バヤに多くの役職を歴任した事実にもかかわらず、セウェルスの元老院時代の記録はほとんど残っていない。 アントニヌスの薬病は大勢の犠牲者を出し、元老院議員もかなりの議員が病死していた。セウェルスの異例の出世はこうした深刻な人材難による部分が大きかったと見られている。セウェルスは一度目の財務官を終えると、今度はヒスパニア・バエティカで職務を継続するように命じられた。父の休止により、レプティスマグナへ帰省している間に、バエティカで 動乱が起きて一置的に元老院から皇帝に、同地の監督権が移ってしまい、セウェルスは認知に赴けないままに時間を費やした。173年、ガイウス・セプティミウス・セウェルスが、俗州アフリカの総督に赴任した際、演者であるセウェルスを、自らの俗州代理官に指名した。帰国後、セウェルスは、五民間の職務を経て、元老院での地位を確かなものとした。 セウェルスが結婚したのは、当時の監修より遅い三十代半ばになってからで、百七十五年に、パッシア・マルシアナという同郷の女性と結婚したが、彼女は、セウェルスとの子を産むことなく亡くなった。パッシアが、いかなる人物であったかは今日全く不明であり、人名からおそらくは、ポエニ系の一族出身だったのではないかと、推測されている程度である。セウェルス自身も後に皇帝となった後、 パッシアとの婚歴を公に認めつつも隠すような行動をとった。ローマ皇帝群像はセウェルスにはパッシアとの間に二人の娘がいたと主張しているが、私学上の根拠はない。186年に結婚から11年目でパッシアが病死するとより有力な人物となっていたセウェルスは後継ぎを欲してすぐに再婚相手を探し始めた。ローマ皇帝群像によればセウェルスは 占いで花嫁をしたと主張されている。セウエルスは、属州シリアにあるエメサ市で、土着信仰である、太陽神、ヘリオガバルスを奉じていた神官、ユリウス・バッシアヌスの娘、ユリアド・ムナと結婚した。後に、セウエルスは差で暗躍する。この一族は、地元、シリアでは、かなりの資金と地位を持つ豪族でもあったが、ローマ本国では、 ただのプレブスでしかなかったとカッシウスディオは伝えている。バッシアヌスは187年にセウェルスの婚姻提案を受け入れ、翌年の夏に両者は正式に結婚した。以前の妻よりおそらくはより白式で野心高い。この妻にセウェルスは常に一目置き、政治的な議題を相談することもしばしばであったという。後継については結婚からほどなく、 マルクス・アウレリウス・セウェルス・アントニヌス、カラカラとプブリウス・セプティミウス・ゲという二人の息子を授かった。セウェルスは順調に元老院での出世を重ね、アウレリウス帝死後のコンモズス帝からは幼稚である、俗州パンノニアの総督に任命されていた。したがって、ネルーアイコール・アントニヌス長断絶後の後皇帝の、年では重要な役割を担うことができた。セウェルスは、 コンモデス暗殺によって、定位を得たペルティナクスが内紛で処刑され、さらに、皇族のディディウス・ユリアヌスが民心を得れていないことを、目の当たりにすると、ついに、自らも、定位請求に向けて動き出した。ユリアヌス軍を破ったセウェルスは、元老院からの指示を取り付け、内乱勃発から三人目の皇帝となった。これに対してセウェルスと、並行して、 定位を請求していたシリア総督ペスケンニュース逃げると、ブリタニア総督クロディウス・アルビヌスが抵抗の意図を見せた。セウェルスは、地理的に近いアルビヌスと手を結んで彼を副帝に、指名して怪獣すると、東方族州へ遠征を開始した。一寸の戦いで、逃げる軍を破ると、一年間を費やして、東方族州から逃げる派の勢力を駆逐し、 また、後ろ盾であったパルティア帝国を抑え込むことに集中した。そして、東方の動乱を沈めると、約束を保護にする形で、息子のカラカラを新たな副帝に指名すると宣言。激怒したアルビヌスは、再び軍を起こして抵抗した。ルグドゥヌムの戦いは、ダキアモエシアイリュリアの軍勢を中核にした、ウェルス軍の前に、アルビヌス軍が大敗を喫して、アルビヌスは戦死した。 一連の戦闘で、セウェルスの支配は確実なものとなり、またその息子に定位が継がれたことで、内乱は終結して、セウェルス長が成立した。197年の初めにセウェルスは、ローマの宮殿を建って、ブリンディジへ向かうとカイロで、キリキアに進み、そこから陸路で、続州シリアへ入った。そして、シリアにたどり着くと軍勢を集め、ユーフラテス側の都下を開始した。 セウェルス軍の前にの王はセウェルスに王子たちを人質として差し出し、また旧兵隊を援軍に派遣して、教順の意思を示した。また、アルメニア王も人質を送り、貢ぎ物を送って、協力を示した。セウェルス軍はエコー軍、配下の将軍、ユリウス・ライトゥスの活躍で攻撃を受けていた同地を防衛した。セウェルスは再び、シリアに戻って補給を得た後、 ペスケンニウスニギルを支援していた東方の大国パルティアへの直接戦争を開始した。戦いはパルティアの取得手資本を陥落させるなど、セウェルス軍の圧勝に終わり、講和条約でティグリス川沿いまで領土を拡張した。またセウェルスは元老院やこの衛兵隊に対する粛清を加えつつ、やはり自らの権力基盤として、軍を優遇した。俗州各地に展開する。 帝国正規軍の総数は少なければ25個軍団、多い時でも30個軍団だったのが、セウェルスの治世で33個軍団に固定された。その上、軍団兵の給与は、年300デナリウスから年500デナリウスへと、大幅に引き上げられた。また、属州民からなる、アウクシリア、補助軍の増強にも着手し、多くの志願者が主に東方属州から招集された。 彼の軍政改革は、ローマを一種の軍事独裁政権へとその色合いを強めさせ、後の軍人皇帝時代への布石となった。しかし民衆はむね内乱を沈めて、外政に勝利した皇帝に敬意を抱き、セウェルスもパルティア戦争の戦勝を祝って、セプティミウス・セウェルスの外戦門を建設した。また、コモデス時代に力を蓄えた、汚職役人を粛清したことも人気につながっていった。 202年後半、セウェルスは、属州アフリカに対する、新たな対外戦争を計画した。命令を受けた第3軍団、の軍団長は、をめぐって、ガラマンティス族と戦い続け、レプティスマグナから6 0 0キロメートル以上南へ、蛮族を追い払った。また合わせて、ヌミディア地方でも、同じく領域の拡大が進められた。203年までに、優れた将軍たちの活躍で、 北アフリカにおける南部城壁いずれも劇的に押し広げられ砂漠地帯でローマを悩ませていた遊牧民はもはや容易に沿岸都市を攻撃できずサハラ砂漠へと逃げることもできなくなった208年晩年のセウェルスは自ら久方ぶりに申請を取り行うべく属州ブリタニアへと向かったそこでハドリアノスの頂上の補修を命じて さらにピクト人の領域、カレドニアに北進した。セウェルス軍はピクト人を破り、カレドニアの北端であるマレー湾にまで到達した210年、軍事的優勢の中でセウェルスはピクト人と和睦を結び、この時決定された領域はブリタニア撤退までの日差しにわたって維持されることになる。外政での勝利を重ねる一方、国内では、 元老院との不和を抱えた皇帝の一人でもあった。もともと軍事力で定位を散脱したセウェルスに対する反感は、定位を競売で競り落としたディディウス・ユリヌスと比べても、それほど差のあるものではなかった。そして、セウェルスの側も元老院を、自らの皇帝権を認めようとしない存在として、彼らを軽蔑することをためらわなかった。セウェルスは元老院内に蔓延していた大敗や汚職、 暴義の一層を行い、何十人もの元老院議員を処刑台に送った。そして公認に自らが選抜したものを投与した。また同時に、元老院と並んで、本国での権力基盤である、この衛兵隊についても粛清を行い、ペルティナクスとユリアヌスの定位三立と暗殺の双方に協力した隊員らに追放を命じた。ほとんどのこの衛兵たちが役職を剥奪され、 ローマから追放された。もっとも、この絵兵隊という制度そのものを廃止したわけではなく、単に元老院と同じく自らに従順なもので、構成させたに過ぎない。事実、粛清後にセウェルスは自らに従い続けてきた、古参兵から、新たなこの絵兵を選んで、アルバノに拠点を移動させた上で新編を守らせている。同時代の歴史家、カッシウスディオによると、 初期の統治を終えた197年頃からセイウェルスは古い友人の一人であるこの絵隊長ガイウス・フルーイス・プラウティノスに知性を任せて自らは外政に専念し内政を顧みないようになったという。プラウティノスは国内行政のほとんどすべてを一手に握り、初期を除けばセウェルスの政策の多くは彼の手によって差配された。セウェルスはプラウティノスを超愛し、 彼の娘を定位継承を約束されていた、長男からからの皇妃として迎えさせた。時期皇帝の養父となり、もはや外籍として、プラウティノス家の権威は、絶対的なもとなった。しかしプラウティノスの権勢は、セウェルス晩年の時にあっけなく、終わりを迎えた。二百五年、彼は、セウェルスの親族によって暗殺されたという。その後もセウェルスが直接統治を取り行うことはなく、 行政はアイミリウス・パピニアヌスという法律家に一任された。検討士協議におけるドミティアヌステが始めた女検討指導士による試合を禁止する命令を出している。宗教政策においては、キリスト教の信徒がアレキサンドリアで増加傾向にあったため、197年もしくは198年には大規模な迫害政策が行われた。カッシスリオによれば、 二百十一年、遠征地で帰得に陥ったセウェルスは二人の息子たちに、共に仲良くせよ。軍を飛ませよ。たわむしせよと言い残した。病没後は直ちに神として神殿に祀られ、後にカラカラと、下駄もこれに加わった。かの、ポートランドの壺は、セウェルスの副葬品が十六世紀に彼の墓から掘り出されたものと言い伝えられている。セウェルスは、 同乱期のローマ帝国にとって必要としていた外政に長ける強き皇帝であった。彼は幾多の戦いに勝利して、西方族州の国境、ゲルマニア地方を除くすべての国境線を拡張し、城壁、デ d メスを大幅に補強した。同時に軍を攻遇することでその指揮と政強さも大幅に高めた。セウェルスの死後、ローマ帝国はカラカラミカドから、 軍人皇帝時代と約70年に及び防政と内戦、移民族の侵入が吹き荒れる大混乱時代に突入するが、その中でも、ついに帝国滅亡を防ぎ得た一つの要因を作り出した功績は疑うべくもない。しかし一方で軍に対する優遇はコモドス時代に減らされた、軍事費を再び膨大な額へと引き上げる結果となり、 すでにネルーアイコールアントニヌス朝に表面化しつつあった軍事費の増大を決定的なものした。セウェルスを支持した民衆も被害化した軍を支えるために重税を強いられるようになった。また軍を政治的に重んじて自らの権力基盤とする軍事独裁法人は後の軍人皇帝時代につながるものもあり、同時代の歴史家。 カッシウスディオやヘロディアヌスからもすでに辛辣な批判が行われていた。またセウェルスは露骨並み打ビ備キでも知られており、彼の知性で建てられた建設物のほとんどは故郷のレプティスマグナに集中した。数少ない例外はセプティミウスセウェルスの外線門だが、セウェルスはレプティスマグナにも同様の外線門を建設することを忘れなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。